おはようございます。おはようございます。何やってるの？今あの新しい動画のですね、編集をしてる。いや、何するんですか。もうちょっと暇じゃないんですよ。暇じゃないの？暇そう。いや、暇だったらこんな早く来て仕事してないっすよ。暇じゃないんですよ、僕は。はい、忙しいんです。忙しいの？忙しいです。大丈夫ですか？頭おかしいじゃないですか。はい、じゃあまずこれ。はい、これはあの、まあ、毎月恒例のイベントの案内をね、8月分をちょっとまた君にお願いしようかと思って。毎月恒例って言っても、あの前回やった1回しかないじゃないですか。はい、じゃあ尾関くん、あの毎月恒例 の、はい、あのイベントの案内をしてもらいたいんですが。よっ、待ってました、待ってました。こうようやく僕の出番が来ましたね。暇なんでしょ？暇です、うん、はい、じゃあちょっと暇な時にね、はい、やってもらえればと。わかりました。はい、さあ、そしてですね、あのついに8月13日ラッキーマイマイバースデーということでですね、うん、こちらラッキーマイマイのですね、あの、まあ、名前の通りバースデーライブでございます、うん、さあ、そしてゲストにはですね、ともかさんにちくりんさん、はい、登場するということでですね、もうラッキーマイマイも入ってもう1年近くなるんですよね。この前1年だったもんね。そうですね、はい、なのでもう J に来てからももうそれぐらい経ってしまうのかなというので、うん、もうかなりもうどんどん品が増すことに実力が集っているという、ね、うん、方でございます。新舞踊も踊ってたよね。そうですね、ついこの間の新舞踊もですね、あの初挑戦であのやってまいりました、うん、もう伸びしろのあるラッキーマイマイでございます。ぜひこの8月13日ラッキーマイマイのバスデーということで、ラッキーマイマイのファンの皆さん、ぜひこちらですね、お祝いしに遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、さて次がですね、その翌日でございます、8月14日これもですね、おしんこきゅうさんとこいつさんのコラボナイト、これも2日間いつもやってるんですよね。その中で一番最初の1時目、これもまたもう一緒にやってる人、ゆうぞうさんですか、うん、はい、ゆうぞうさんもこれも毎回ですね、コラボナイトに来ていただいているゲストさんですので、うん、これもですね、他にも、まあ、このいろんなショータイムでもかなり盛り上げてくださるみたいですので、ぜひぜひ皆さん、今回は、今回はなんかワンデー、はい、ワンデーらしいね。あ、今回ワンデーですか。うん、なるほど。なるほど、じゃあこれはもうワンデーしか見られないもうコラボのネタがね、うん、見れると思いますから、ぜひ8月14日皆さん遊びに来てください。はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあ次。はい、はい、さあ、そして8月20日、はい、西ゆかりバスデーでございます。はい、あのド S マジシャンであの撮ってます西ゆかりさん、うん、こちらがですね、もう8月の20日にバスデーということですので、ぜひぜひこちらですね、ちょっとあの刺激が強いことがあの好きな方がですね、ぜひ遊びに来ていただきたいと思っております、うん、西ゆかりさん、谷村仁治さん、こちらゲストでですね来ていてくださるみたいなので、あの果たしてもう谷村仁治さんはこれは大丈夫なのかなっていうちょっと心配なところはありますけれども、うん、はい、まあちょっとかなり刺激的なね、あの夜になるかもしれませんのでね、はい、ぜひぜひ刺激を求めているそこのあなた、ぜひ8月20日西ゆかりさんのバスで遊びに来てください。よろしくお願いします、はい、さあ、そして8月22日来ました、我らがキスミ大輔さんによりますディーズライブですね、ギグスです。これも毎回のロックナイトでもう構成されてますね、もう毎回ロックなメンバーがゲストに来てくださるみたいです、キスミ大輔さん、そして大輔さんとそっくりですね、方です、カズさん、カズさん、はい、カズさん、これもですね、もうかなりロックなネタをやる方でございますのでね、なんか前回すごい好評だったみたいな、はい、そうですね、ディーズライブもかなりもう毎回恒例でもうかなりあの反響いただいております、うん、もうかなりもうその日はロック好きなお客さんがもう集まる日ですのでね、なんかいつもと違う感じでやったんでしょ、はい、みたいです、ね、はい、なんかそれぞれあの1回しか出てないんじゃないかっていうキスミさんの噂で、まあ、来てからも楽しみ、そうですね、ちょっと来ていただいてどんな感じになってるのかっていうのを見ていただきたいと思います。8月22日です、はい、ディーズライブぜひよろしくお願いいたします。はい、さあ、そして、あ、今月のかなり目玉イベントになるんじゃないでしょうか、8月26日チナッピーバースデーパーティーということでございます、はい、そう、たくさんですね、あのこちらチナッピーさんファンの方がもう
歓喜するイベントなんじゃないかなと思います、うん、はい、ぜひこちら8月26日チタピーバースデーパーティー、ぜひ皆さんお待ちしてます。チタピーさんファンの方お待ちしてますのでよろしくお願いします。はい、はい、さあそして、うん、さあ今回初めての試みでございます、はい、ボイスバー JJ 8月27日ボイスバー JJ ディスコパーティー開催します。ディスコパーティー、ディスコパーティーやります。あの私こう見えても DJ 活動しておりまして、普段は、はい、そうだよね。そうなんです、ね、私あのこう見えても大関は DJ をしておりまして、うん、それがですね、あの私とですねもう一人スペシャルゲストの現役ディスコ DJ さんを呼んで、うんうん、8月27日はここの会場をディスコにしてしまおうという企画でございます。なるほど、はい、今回あの登場していただくこのスペシャルゲストの DJ さん、うん、こちらが僕の普段お世話になっているあの伊勢崎市にあるクラブラブっていうところがありまして、そちらのですねオーナーさんを今回お呼びしました。この方もう全員系のディスコ DJ さんで、もう昔からもうずっとディスコ一つずつやられている DJ さんでございます。かなり大ベテランの先輩でございます。でこの人に僕はディスコを教わりました。君さん、はい、DJ いつから始めやってるの？もう DJ はかれこれ7年ぐらいやってます。なんかほら君もいろいろ割とお客さんにね、はい、覚えてもらって、そうですね、はい、君のその DJ やり始めたきっかけとか聞きたい人いるんじゃないかと思うんだけど、ちょっとせっかくだから教えてくれる？そうですね、いやでも DJ やるきっかけになったのはその僕の友達が、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。はい、じゃあ師匠と2人でやるんだね。そうです、師匠と2人でこの大宮ボイスバー JJ ちょっと盛り上げていきたいと思いますので、ぜひ8月27日日曜日皆さんぜひ遊びに来てください。ディスコ楽しみましょう。ディスコね、はい、さあそして来ました、これも毎月恒例です、ダブルネームを堪能する日です。8月30日、はい、さあもうこれもですねもう毎回恒例となっております、ダブルネームさん、もうたくさんもうあのネタをやっていただきます、もう本当堪能させていただきますので、もうぜひぜひよろしくお願いします、うん、もう月1だからね。はい、そうです、月に1回しか見れませんダブルネームさん、うん、まあ、この日を逃さずに、ね、そうですね、8月30日ぜひ、はい、ダブルネームさん堪能する日遊びに来てください、はい、よろしくお願いしま す, お願いします。さあイベントの方は以上ですね。以上で、以上です。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、君は横綱目立たないの？あ、ちょっと今月はお休みさせていただこうかなと、はい、あのまたいずれはあの横綱を目指しながらちょっとやらせていただきます、はい、今回はちょっとディスコの DJ でちょっと専念する日でございますのでね、うん、またちょっと次からはあの大関横綱になる日をちょっとまた再開させていただきたいと思いますので、8月は、はい、あの臨時休業が結構多いからね。そうですね、ちょっと臨時休業かなり多いので、あのできればあのホームページなどをですねあのチェックしていただきたいと思います、うん、突然来てちょっと臨時休業になってしまってちょっと見れないって方もちょっと残念だと思いますので、うん、残念になってしまいますから、ぜひホームページの方チェックをよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、じゃあとりあえず8月も頑張って営業しましょう、はい、頑張りましょう、はい、8月いっぱい頑張ります、はい、こんなにもたくさん毎月恒例ですけどボイスバー JJ 楽しいイベント企画中でございますのでね、うん、皆さんあのご来店心よりお待ち申し上げております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんまたぜひこのチャンネルを見てる方大関に会いに来てください。すいません、あのモノマネ見に来てください、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。